ゆきなさん、法政大学。ジュニアグランプリファイナル、世界ジュニア、そして四大陸選手権、海外ビッグステージでの優勝を輝くミスエレガンス、太田雪菜です。ショートプログラム7位から。フリーの曲はアランフェス協奏曲。ダブルアクセル、これは高いですね。綺麗に入りました。トリプルトーループ、ちょっと降りてから崩してしまいましたね。さあ、そしてもう一つトリプルサルコ、これが決まってダブルトーループ、コンビネーションできた。3年前に痛めてしまった右の足首は今でも辛い日々を思い出させます。サーキュラーステップのターン、ステップともに、そして上半身の動きも非常に綺麗ですね。ダブルルッツ。ジャンプではなく、こうやってイーグルでもお客様の心をつかんでしまうのが太田選手の素晴らしいところの一つですね。トリプルトーループ、飛び上がるときにちょっと斜めになってしまいましたね。これは減点になってしまいます。トリプルサルコ、これは決めました。綺麗です。そして太田選手の持ち味の一つスパイラル、このポジションは綺麗ですね。一つ一つが決まっています。指先からつま先まで優雅さが漂います。レイバックスピン、サイドウェイズから難しいポジションへ。ダブルルッツ、ダブルトーループ、ダブルループ。怪我で抱えた苦しみ、悲しみを外に一気に解き放つ舞台です。チェンジエッジ、ディフィカルトポジション、回転の速さ、これも高いレベルになりますね。思いを込めた太田雪菜のフリースケーティング、その気持ちは十分に見る者の心を捉えたはずです。
いや太田選手の世界がありましたね、思わず見入ってしまいます。すごい表現力ですよね、はい、あの来年はぜひ、ね、完全復活してもらって、世界大会でトップ争いをしている太田選手が見たいですね、そうですね本当にね。さあそして荒川さん、はい、練習の拠点も関西から関東に切り替えたりといろんなことを試しながらね、はい、まだまだ先を見つめています。そうですね、非常にもともと技と技のつなぎの部分に定評はあったんですけれども、はい、さらに一段とスケーティングが上手になって滑らかになって、もともと上品な風格というのがありますけれども、はい、それに強さも兼ね備えてジャンプ飛べようと飛べても飛べなくても非常に見ていたいと思えるスケーティングでしたね。なるほどね。さあスローでは最初のこれがジャンプになります。そうですね、降りた後ちょっと体勢を崩してしまったんですが、一つでも上を狙おうと思うとやはりジャンプも飛んで着氷した後も綺麗に決まるかどうか、うん、一つ一つのジャンプの質が良いか悪いかもジャッジングされますので、ここでマイナスプラスがつきます。樋口コーチがリラックスさせるようなことを言いながら太田幸奈の笑顔を引き出します。太田さんの得点、得点が出ました。テクニカルエレメンツ 43.12、 プログラムコンポーネンツ5つの要素は全て6点台、減点が点灯による1点あります。フリー 92.12、 ショートとの合計 142.96、 今シーズンのもちろんベストでこの時点でトップ太田幸奈です。